どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは竜が如くオンラインガチャ引いていきたいと思います。はいはい。ねずっと迷ってたんですけど、うん、リボン SP セレクトゲージ極みガチャなるものが来てるわけですよ。リボン、まあ、ステップアップも来てるんですけど、リボンでいいの？リボンです。何をリボンしてるのかわからないですけど、最近リボンでいいのね。え、なんで？いいよ。え、なんか俺読み方間違えてる、うん、合ってるよ。やめてよ。すげえ恥ずかしいことしてんのかと思っちゃったじゃん、ね、さあ、何を脅かさないでください。何狙い？で、これ、久々に極みガチャ券使えるんですよ。うん。で、気づけば124枚溜まってたんですよ。いっぱいあるね。で、SSR 確定4枚。あるじゃん。で、SR チケット19枚。あるじゃん。で 70%6枚、違うじゃん、 50%1枚であるわけです、うん、でまあ過去今までいろんなガチャ引いてきましたよ、うん、引いてきたんですけど、例えばね、うん、まあ、僕で言ったらもう何度も言ってます、グランドマジマであったり、うん、あと何あのまあミクミさんとかラウカーロンとかなんか顕著だけど、あのなんだろう、あの強者の極み的な、うん、特別なセレクトゲージみたいなやつって、ね、うんうんうん、うちらもうことごとくダメだったやつ、諦めてたじゃないですか、うん、アラセとかもそうだけど、そうそう、で何より欲しいのセラなんです。まあセラさん ね、 ね、まあ、これもうドンパチでこいつ顔斜めのくせにさ、うん、すごいすごい顔斜めじゃん、斜めになってる、斜めってもう攻撃めっちゃ下げてくるし さその間になんか攻撃ようやく下げ終わるのかなと思ったら、今度秋山さんがこの野郎つつ下げてくるしさ、とか大変なの、もう意味わかんないじゃん、とか神宮とか、神宮はいるんだなぜか、いるんか、うん、であと島野とかまあ結構こぼしてるキャラ、荒瀬とかがいるわけですよ。沢城、沢城はいるんだ。沢城もいない、いないよな。うん。ヴィンセントは？ヴィンセントはいる。いる。ヴィンセントめっちゃいる。みちおは？みちおはいる。でやいるんだ。あと、猫ひのいないんだ、ね。あ、猫ひのがいいじゃん、じゃあ。で、俺一番欲しいのグランドマジマなんですけど。あ、そっか。そうなんです。あと、まあ、この会長大吾とかもそうだけどね。あ、持ってないっけ？持ってないです。まあ、じゃあ行こう。ってなわけで 0.11 なんですけど。0.11。で、まあ 3% なんですけど。まあ、あれ使えばじゃ確定あったじゃん。そう、確定はもう1枚使おうと思ってる。おで、50% は ?50% は使わん。使わんの？使わん。一か八かで使えばいいじゃん。で、前みたいにポチみたいに外せばいいじゃん。そうやって沼に引きずり込むのはよくないって。50% の外れを引けばいいじゃん。だから、まあ、極みガチャ券を30枚ぐらい引いてみようかなって思うです。いいね。思うですよ。思うですね。出るよ、そしたら。いきますよ。うん。最近流れいいんでね。だいご、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 だいご。はい。あ、いいね。割れれば、割れればいいよ。割れればいいんだ。よし。よっしゃ。いいよ、いいよ。来た。だいごだ。はい、いいじゃないですか。お願い。大悟。お願い。回数が一番。あ、でも、こっち。これぞ祭りって感じだな。やった。さあ、今宵は派手に騒ごうぜ。あざす。すげえ。あざす。お、ありがたい。わ、あー、やったー。このストーリー解放ありがたいね。久しぶりになんかストーリー解放見た。いや、そうだね、見たね。いいじゃない。よし、もうこの流れで行くよ。じゃあ今度こそ。マジマにする今度。いや、マジマがいい。マジマ。マジマ。マジマ。まだ諦めないぞ。マジマ。マジマ。もう一回。この流れよかったよ。この緑から何かふーんって。あれ？マジマ。マジマ。さん。マジマはダメか？マジマさんダメ？マジマはそう簡単に来ない？来ないか。じゃあ次何にする？いや、マジマさんでお願いしたい。え、マジマで来るまた？マジマさんでお願いしたい。変えた方がいいんじゃないの？いや、マジマさんでお願いしたい。ひーのとかじゃない？いや、
じゃあセラがいい。セラは来ないよ。じゃあ分かった。いくぜ。みかん。じゃあ、発作だし。あ、赤い。いいよ、いいよ、赤い。じま、まじま。熱くなってきたぜ。あ、そう、そっから。バリン。よし。よっしゃ。まじまだ。よっしゃ。おー、すごくない？ 30 連で。それでも大悟かな。30連でさ。うわ、すごい。え、金だらけ。わはい。わあすごいじゃん。わあじゃあ、まじま、だいご、みかん。いや、違う違う、みかんじゃない。だって、その3人しか呼んでないもん、名前。じゃあ、発作だから。ごめん、日野呼んだわ。日野って言ったわ、こっち。いくよ。うん。はい。おー。ありがとう。やったぜ。当たりなんだけどな。大当たりなんだけどな。うん。はい。おお、やったおっと。みくにさん、関係。そして、はい。やったー来てくれたー日野が。ポチ。呼んだからさ。ポチ日野を呼んじゃった、さっき。ポチ、マジか。お前、マジか。すげえわ。ありがとう。ありがとう。やったね、来たじゃない。ありがとう。いやー、やったわ。じゃあ、次は ?3 回引いていっぱい出たから。とんでもねえな。いっぱい出たでしょ？じゃ、ラスト。ラストは？確定ガチャで、まじま。グランドまじま。グランドまじまって長いからちょっと言いづらい。じゃあ、まじまでいいじゃん。マジマでいいの？マジマでいいです。うん。マジマがいいです。マジマがいい。マジマがいいです。マジマがいいです。いきますよ。うん。はい。けマジママジママジマ若いよ。マジママジママジマここは言うてね。マジマ来い言うてね。そう、それは割れるの分かってます。これ昨日だったらどうする？二度とその方の名前を出すな。セラさんかもしれないよ。そう、それもあり得る。いくよ。うん、はい。ちょ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 。やったー！ちょ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 。わー！初じゃない？初じゃない。あ、初じゃない。あ、ほんとね。数分前まで初だった。ああ。うん。あれ？え？じゃあ、え？あんの？こん、え？わ、やったぜ。やったな。いや、やったわ。強くできるね。やったぜ。やったぜ。やったぜ。ちょっと、マジか。え、マジか。もう、こうなったら。いや、もう一回行っていいっすか？もう一回？もう一回確定行っていいっすか？もう一回来るかもしんないよ、祭りが。いや、ちょっと、あれだわ。ちょっと、承服しかねるわ。なんて言えばいいの？次。だから、まじまです。まじま？セラ、じゃあセラです。セラってなっちゃうよ。いいよ、いいよ、全然、それでいいよ。うん、3文字が言いやすいのか。いや、もう本当にラスト。日のも言いやすいよ。いや、じゃ、セーラが言いにくいのに、ヒーノが言いやすいはおかしいだろ。そんなはずないでしょ。ヒーノ。じゃ、ヒーノはもういいんだ。じゃ、もうやめてくれ。本当にやめてくれ、ポチ。マジマ。行くぞ。マジマ。もうこれが本当にラスト。本当にラスト。これが本当にラスト。マジマ。マジマ。さあ来い。マジマ。さあ。マジマ。赤いよ。赤いからマジマだ。あれあれマジマかセラ。マジマかセラ。マジマかセラ。はなちゃん。はなちゃん。海岸できるよ。そうか。そうだな。よし。やめよう。おい。0.11%。でもすっごい出たよ。いや、すっごい出た。すっごい出たから、マジでありがたいし、マジで嬉しい。
けど。あ、大悟忘れてたじゃん、途中から言うの。じゃあ、0.112 回で、そうか。すごい。いやでも、すごかったと思う。うん。よかったと思うわ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、いろいろやったわ。いろいろやったわ。いろいろあったわ。うん。あ、こんな短い時間にいろいろあったわ。いろいろあったわ。疲れちゃったの？疲れた。まあ疲れたな。うん。ちょっとドッときたわ。ドッときたのね。うん。嬉しさはあるよ。嬉しい。うん。それはあるんだけど。鏡出たのすごいわ。いや、鏡ってすごいよ。あれね、3つ。それすごいよ。あれはすごい。あれはすごいわ。いや、神引きだと思いますね。神引きだった。うん。いろんな意味でね。うん。うん。すごかった。これ、ポチさんも弾くんですかね。そうですね。じゃあ、ポチさんに変わります。はい。はい、ポチだよ。知ってるよ。ポチの番だよ。ポチね、見て少ないの。なんならね、ちょこちょこいろいろ弾いちゃったんだよね。そっか。動画外で。我慢できないんだよね、ポチは。そうだね。知ってるよ。だから、欲望の権化みたいな女だからね。弾いちまえ。うん。さあ、この件ってさ、結局さ、今後どうなるんだろうね。いや、もうあれじゃない。もうここでいっぱい弾いちゃっていいんじゃないかな。まあ、どっちでも大丈夫だと思うよ。欲しいのがいればだと思うよ。ポチ？ポチは、やっぱ日野が欲しい。日野はいるんだ。日野いるでしょ？マジマさんいるでしょ？ゲイリーが欲しい。ミクニさんはいない気がする。ラウカーロンじゃん。ラウカーロンはいない。みちおくんが一番欲しい、今。ああ。あんなにおったのに。そうだね。ヴィンセントもいない気がする？いたっけ？ヴィンセントはいたと思うよ。ヴィンセントいた？アラセはいない。沢城さんいない。はい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 。神宮いない。あ、神宮欲しいな、ちょっと。あの、動きが面白いんだ。そうだね。島野もいない。なので、そう。誰？ミッカーンだ。八作だよ。八作だよ。八作って言えばいい？そう。よし、わかった。八作だ。行くぞ。行くぞ。行くぜだ。行くぜだ。もうダメだ。行くぜだ。噛んじゃったから。八作。八作言う前にもう、おっしゃった。八作ダメだ。青道。噛んだし、噛んだし、八作っていう前に、弾いちゃったし、グダグダだったな。ゆうやばっかだ。ゆうやがいっぱいだな。なんてこった。さ、弾きますか。あ、極みガチャまだ引くの？チケット。引いちゃえ。あ、なるほど。極みガチャなんて。そういうとこ男らしいっすね。極みガチャなんてもうだってさ、うん、もらえるけど引く場所ないから、今引く場所があるうちに引いちゃおうぜ。なるほど。行くぞ。お、行け。発作。来い。発作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 。言いにくい。発作。やっぱり言いにくい。三文字がいい。発作。はい、赤い。発作。赤い。来い。来い。ダメだ。来た道。ダメだ。発作がね、いつも来ない。発作に、発作になんか悪いことしたかな、ポチ。発作になんか悪いことしたのかな。発作に、発作に悪いことって何にするんだろう。みかんと間違えるとかじゃない。みかんって言っちゃったからいけないかな。じゃあ、確定で誰来ると思う？確定で。確定でだったらさ、誰が欲しいの？昨日じゃない？沢城。沢城が欲しい。沢城欲しい。はあ、あ、それが八作やっぱり。うん。八作か沢城。なんか両極端な二人だな。いや、でもまあ。中身はでもすごいからな、八作。近いものはある。八作か。スーツの色似てるもん。沢城。スーツ？スーツの色似てるもん。スーツの色は似てるけど。うん。どっちか。白いスーツ着てる。来い。はい。お、割れんじゃねこれ。割れるぜ。これ発作か沢城じゃ。日野って言いかけてるでしょ、今あなた。なんで分かったの？言ってないのに。日も言ってないのに。
これ日野かな、じゃあ、うん、あ、みくにさんじゃん、みくにさん、みくにさんじゃん、みくにさん、そうか、ポチは持ってんのか、みくにさんはいたんだな、みくにさんいるんすね、いるんすね、みくにさん、じゃあ強くできるみくにさん、じゃあ、じゃあこれだ、お、50杯いく、これ前回は外したから、うん、リベンジ、リベンジ、リベンジでここで、うん、なんかいい人が来る、これでもう外したらもうポチ 50% ガチャ券大嫌いになるわ、そうだよね、そりゃそうなると思うよ、 100% 外してるってことだからね100% 外れ券っていうわ、もう 50% じゃん、そうだね、もう行くよ、うん、外したらもう大嫌いになるわ50% なんて頑張って取ってんのにさ、そうだね、うん、長いよ、なんかロードが長いけど出ないこれやばいんじゃないこれやばいんじゃない 50% これやっちゃったんじゃない、 50% 赤いよ、でもはいはいはい、どっち、ちょっとこれどうなの、これどうなの、どういうこと、もう大嫌いだわ、50% 50% なんて嫌いだ、最後、最後、最後が来た、なんだよ、50% なんてあんなに頑張って取ったって、今日の女子はええのって言ってる最後が来て、 SR じゃん、その最後じゃないよその最後ちゃうわ、まったく、あと8枚いっちゃおうか、もうあれだね、本当にでもガチャ券いらないでしょ、だってもう、すごいねガチャ券引くとこないでしょ、だってそのね、お前のそのスパッとした感じすごいと思う、ガチャ券引くとこないやもん、青か、これは全然ダメだな、スキップに手をかけている、えいよえいよおい、はなちゃん2人、だってさ、引くとこないじゃん、まあそうっす、ね、これから出てくるのかな、まあ、出てくるかもね、どうなんですかね、あ、もうどんどん行くじゃんおかしくなっちゃったじゃんえ、だってさ、いやでもまあ、もう1枚ぐらい行ってもいいんじゃない、じゃあもう1枚でおしまいにする、もう1枚でラストね、そこで、だからもうさっと発作出して、さっと発作が出て、出て、いや、やったーやったってなって、これでおしまいにしよう、そう、終わりにしよう、日曜に向けて発作必要だから、そうだね、そう、緑じゃ発作、緑から色づいたら発作になるから、そうか、そう、まだ色づいてないんだ、緑大事だから、これ発作、これ発作だわ、これ発作、これ発作、発作になる、今日のに変わった、嘘だろ大悟さん、大悟さん、大悟さん出たんだ、この間この間出たんだ、嬉しいことに、いいなー、マジかよ、その大悟さん欲しいよな、大悟さん、俺の祭り春日と買え祭り持ってるもん、こっち持ってる、持ってるよ、そうか、やっぱうまくいかないものだね、うまくいかないものだね、 0.11% って難しいね、いや難しいな、いや今回はでもあれだな、50% は 100% 出ない、うん、そうだ、もう哲学的な話になってきてる50% は出ない、そうだね、ポチが 50% 券嫌いになったってことだけど、2回引いて出てないんだから出ないわ、これそうだねそれはそうだと思うわ、そうだわ、うん、いやでも、まあまあ、大悟さん出たからな、強くしよう、そうだね、うん、よかった、よかったんじゃないですか、うん、お互いニューはなかったな、そうだね、ポチはね、うん、そうだね、ポチは多分普段からつこてるから、つこてないよ、やっぱ取れてる量が多いからね、俺より、そんなことない、そんなこと、まだ島野さんとか持ってないし、うん、俺だってもうなんならグランドマジマいつか取れたら俺もう全クリなんじゃねえかって思い始めてきてる頑張って、こっちからしたら全クリに向けて、そうだねはい、それでは今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございます、コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです、では次の動画でお会いしましょう、またね、バイバーイ。